はい、こちら、外来種樹木、南京派生、偽アカシア、シュロ郎、南天、京畜と、一丁、玉椿も。はい、外来種雑草、こちら、聖鷹和雑草、大荒れノのクバカナス、小ンンサオシお白いナアメリカ仙段草、洋衆山ごぼう、根間強いさ。 はい。というわけでございましてですね。本日は、灰を起点にする無機農法。これの別な視点ですね。他の土地からミネラルを集めてくるっていうふうなことでお話をしてみたいと思いますね。収穫っていうことは、基本的に畑で採れた栄養のあるものを、そこから持ってっちゃうことなんですね。栄養分が奪い去られる、収奪されるっていうふうなことになります。それで、 物には限りがありますので、基本的に奪われてしまったものっていうのはなくなっちゃうんですね。 それで、毎年毎年、肥料を上げずに育てると、基本的には育たなくなってくるわけですね。それで、肥料を上げる。ところが、その肥料の上げ方が問題なんですね。窒素リン酸カリと言われる三大肥料はいっぱいあげるんですけども、それ以外あげないんですね。で以前は循環型の農業だったので、人糞を発酵させたものをそのまま投入して収穫したものを食べるというような感じだったんですけども、畑で採れて、それをお家へ持ってって、それで、それを人間が 排泄してそれを発酵させてまた畑に戻すってことだったのでずっとぐる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 回ってたんですねしかしそれが不衛生だということなので今は肥料を与えてそして持ち去って そして人間の排泄物は回収して捨てるってことをやっております。それで基本的に同じものが循環しているんではなくて、窒素リン酸カリだけ上げて、それで収穫する。そうすると今度は土地から微量成分が毎年毎年減っちゃうんですね。それがミネラルなんですけども。ですのでミネラル肥料っていうのを上げないと本当はいけないんですね。それでバランスが取れたミネラル肥料っていうのが、まあ、言ってみれば灰なんですね。ただ灰はそのまま上げるとアルカリ性なんで、 普通の植物はすいませんよと。それで窒素固定をかますわけなんですけども、それでただそのミネラルも毎回毎回収穫で奪い取ってしまうと、やがて枯渇するんですけども、しかし草とか木を 燃やして、それをミネラル肥料として投入すれば、奪われた分のミネラルがまた補充されるっていうことになるわけですね。それで草が生えてる場所、それから木が生えてる場所、それは畑ではない場所なんですね。よその場所から持ってきたミネラルを畑に集めて、それで作物を育てて収穫する。まあそれがミネラルの面で見た灰を起点にする無機農法というふうなことになってくるわけですね。当然、そのことによってミネラル不足は 起きませんし現在食品の農作物のビタミンやミネラルが低下していることが問題になっておりますけれどもそれは土壌中のミネラルが少なくなっているからですチストリン酸カリしかあげないからそういうふうなことになっているわけですねそれを是正すれば以前のような栄養価に戻るんですけどもそれができるのが有機農法であったり、まあ、私が提唱する無機農法であったりというようなことになるわけですはい ということで、本日はここまでにしたいと思います。よろしければチャンネル登録と高評価ボタン、それからコメント等ございましたら、どうしてもお o s ください。それでは失礼いたします。